どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回はですね、僕の死に様という、なんだろう、これ、ホラーゲームなのか、うつゲームなのか、どっちかわかんないんですけど、まあ、とりあえずね、死にたい男の子の話っていうゲームをね、やっていこうかなと思います。とりあえず、初めからですね。はい。めっちゃ目痛い、これ。モザイクみたいなのがめっちゃ目痛い。死にたい。え、何？おー、びっくりした！めっちゃ目痛い。目が痛い。おー、学校？学校が舞台なんかな？死にたい。どういうことなんだろう。あ、これがさっきのオープニングにいた主人公かな。これはもう動ける。あ、動ける動ける。死ね。え？なんか頭に包帯巻いてるしさ、机にめっちゃ死ねって書かれてんだけどさ、この子いじめられてんのかな、もしかして。これ誰だろう、これ。あ、叩かれた。何？あ、メニュー。持ち物記録閉じる。持ち物なんか持ってんの？何も持ってねえし。何も持ってないか、閉じる。閉じるか。死ね、死ねって書かれる。怖いよ、ほんとに。あ、外出れるんだ。これで、出てどうすんの？お、急に外？なんか、紙あるけど。基本操作、十字キー、X キー、あ、オッケーオッケーオッケー。この辺はわかります。はい。なんだろう、これ。ここだけ、開いてる？よくわかんねえな。とりあえず移動し、なにー？びっくりした。なんだこれは。良い子の噴水。暑くても飛び込んじゃダメ。暑いの。え？あ、そういうことか。びっくりした。噴水が暑いかと思った。そんなバカなと思ったけど。あれね、夏とか暑くなったら、まあ、飛び込んじゃえみたいな。あ、てんてんてん。なにてんてんてんって。え？てんてんてんって何？お、飛び込もうと思ったんだけど。あ、え？もう戻れない？もしかして。マジか。イベントスルーしてしまった。これ何？これ赤信号なのか青信号なのかわかんないけど。渡っていい？これ。死にたい。お？止まる。今度こそ止まるぞ。え、こんな堂々と止まっててもさ、死ななくね？何？何？ちょっと怖いから。うわあ！え、死んだ？もしかして。なんか急に、うわ、怖い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 。急にホラー空間。誰？誰？怖いから。で、逃げよう。来てるかな？ああ、来てる来てる来てる。逃げろ逃げろ逃げろ。急に逃げゲーが入ってきた。逃げよう一回。外出て。いや、お、なんか違う画面に戻ってきた。あ、夢だったのか。殺される夢を見ていたのか。てか、よくもまあ惹かれなかったな。なんかこのとぼけた顔めっちゃ可愛くね。来ない。あ、家戻ってきちゃった。あ、カッターナイフある。これはもう、死んでくださいと言ってるようなもんでしょ。これは持っていきましょう。カッターナイフ、これどこで使うの？カッター。カッター使えないの？使えないんだね。とりあえず閉じるか。こっちは何？何の部屋があるんだい？お、これは、飲む。なんだこれ。お茶？うわぁ！え？まずい。びっくりした。死んだかと思った。ただまずいだけね。これは冷蔵庫の中。あー、間違った。間違った、間違った。これなんだろう。あ、押せねえわ。はい。夜間。関係なしだね。じゃあ、こっちの扉入りましょう。何の部屋だろう、こっちは。え、これ何？棚？何だな、これ。なんか茶色い変なのがある。鶴。鶴？ん？なんだ、これ。あ、首吊りってこと、もしかして。あ、え、死んだ？え？ちょっと無言やめて。急に無言やめて。進まない。うわ、びっくりした。ああ。あれか、首吊ってたけど、弱い。縄が切れて生きちゃったってことか。なるほど、また死ねなかったってことか。縄取ったらどうすか。なんでそのまま行こうとすんの。あ、外だ。カッターナイフとか一応持ってるよね、俺。あ、飛び降りる。ここあれか、マンションかなんかに住んでたのかな？もう飛び降りれば確実でしょう。うわぁ。さよなら。え？僕の死に様。作宮の。あ。死ねたってこと？これ多分エンディングが何個かあるって聞いてたんだけど、どうなんだろう？これは正しいエンディングなのかな？正しいエンディングがあるかわかんないけど。お？
なんか始まった。京子さん謝るんだ、俺が悪かったって。早く来ないかな。あ、もしかしてこの赤い血って。いない、エンド2。あ、やっぱエンド1があるのか。あれかな、最初にさ、なんかどつかれたさ、男の子と喧嘩かなんかしてたのかわかんないけど、それでなんか死にたくなっちゃったのかな。マジか。このゲームには、あ、びっくりした。今更押せよと思ったけど、初めからね。オッケーオッケー。もう一周行きましょう。ちょっとさっきさ、噴水のとこ飛ばしちゃったからさ、ちょ、これ。噴水さ、入ろう。ちょっと、飛び込むってあってない。てか、噴水飛び込んでも死なないでしょ、まず。飛び込みます。かわいい。ただただかわいいんだけど。これどうなってんの？浅い。そりゃそうだろうな。うん。死ねえはしないでしょ。逆にさ、これ、てんてんてんってやったらどうなるんだろうね。最初寝ちゃってたけど。死にたい。あー、待って、記録すればよかった。てんてんてん。そのままスルーしてみようか。スルーしたら普通に帰っちゃうよね。あー、帰っちゃうね。一応記録しとくか。年齢15歳らしいよ。なんか最初に一応、セーブしときました。はい。で、これで、カッターナイフ。カッターナイフ結局使わなかったね、そういえば。これさ、どうすんだろう。これなんか持ってかないといい。一応持ってくか。カッターナイフを持っていきます。これもしかしてさ、全部やると、いい感じのエンディング、イベントを全部、やると、エンディングに行くかもしんないけど、もう、あれ飛ばしちゃった時点でダメだよねっていう感じなんだけど、どうなんかな。これで何も変わんなかったら、多分カットされてます。あ、こっちにも行けたんだ。知らなかった。なんか、可愛いひよこみたいなのがいるけど、なんだろうこれ。あ、切る。あ、ここでカッターナイフ使えるんだ。なるほど。切る。何を切んの。なんで、うわ、びっくりした。びっくりした。あ、腕切れた。腕細。あ、さすがに切ったら死んだかな。遅いって何？お、あれ？生きてる、普通に。あれ？なんで？なんで生きてるの？よくわかんないね。よくわかんねえわ。とりあえずじゃあこっち行くか。とりあえずですね、全部やれるやつはやって、飛び降りるまで来ました。はい。これでなんか変わったりするのかな。一応ここまで何一つ変わってないんだけど、飛び降りてなんか助けに来るとかかな、もしかして。そういうエンドになったりするのかな。あーいない。変わんない、もしかして。お？お、来た！オッケー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 。僕の死に様。あ、これ飛び降りてる途中じゃない、これ。作、宮野さん。え、これこっからどうなるの？今なんかすごいエンディングみたいになってるけど、今死んでるナウだよね、今。死んでるナウですよね、これ、完全に今。Thank you for playing. ありがとうございます。はい。え、どうなるのこれ、こっから。こっからどうなるの。あ、やばい。え、お、生きてる。あ、めっちゃ泣いてる。死ね、ない。エンド1。あ、よかった、生きてて。あ、おまけ部屋に行きますか。行きます行きます。うん、よく急に音楽変わりすぎだろ。さっきまでめっちゃ鬱っぽかったのに、なんか急にテンチャッチャみたいな。変わりすぎだろ。ようこそおまけ部屋へ。あ、これあの部屋じゃん。どうぞゆっくりしていってください。こいつは何者なんだい。作者の化身です。あー、このゲームについて聞きましょう。まず死に様というタイトルですが、エンド1では死んでません。というか私が一番好きなエンドです。最後に色付きの絵を入れるつもりでしたが、それも必要ないなと感じ入れませんでした。最後、主人公はどんな表情で死ねないと言ったのでしょうか。このゲームはできるだけ情報を少なくした結果、何とも言えない感じになってしまったかもしれません。ですがここまでプレイしてくださり本当にありがとうございました。あー、なるほど。主人公について、最初は名前や会話もあり、無駄とも言える情報がたくさんありました。歩行ぐらいに表情があるのはそのためです。
ですがそれを削って削ってついには顔グラも使わずできるだけ少しの情報だけの構成にしました。メロンパン食べたい。いじめられてるというより一時的に一人の子から嫌がらせを受けています。でもエンドニオを見てくれればわかると思いますがきっと彼は大丈夫です。マップについて、歩行グラマップともに少しの量しか使って、まあ、マップに関してはまああんまりどうでもいいです。はい、すいません、わかんないんで。あ、情報がわかんだ。これ噴水じゃん、例の噴これ死のうと思ってないだろ、もはやこれに関しては。浅い、水死しようと思ったけど浅くてできなかった。はい、これはあれか、寝ちゃったやつね。かわいい、これこの絵が一番かわいいと思うんだよね。車に轢かれたくて待ってたけど誰も来なかった。これあれか、カッターのやつか。遅いから諦めた。はい、これ首吊りじゃない、首吊りじゃない、これ、これ何飲んだのこれ。あ、毒薬、ど、なんで毒薬持ってんの、まずくて吐いちゃった。あ、そういうことだったんだ。へえ、これは首吊りだね。縄が弱くて途中で切れた。はい、で飛び降り、高いところから飛び降りた。はい、あ、これ何、これは何だい、なんだこれ、ん、布団、変わらない、またいつもの朝、てんてんてん、あ、何もない。これは、遊んでくれて本当にありがとうございました。死ねない、死ね、おびきじゃ、お、最後の最後になんかどでかい絵が出てきた。没絵、やっぱ没絵なのこれ。あ、戻れるんだ、まだ戻んないです。はい、というわけで、以上で僕の死に様というゲームの実況終わりたいと思います。なんかシンプルだからさ、逆になんかいろいろと考えちゃうよね、なんか余計な情報がない分ね。いやー、なんかちょっといろいろ考えさせられましたね。なんかさ、感想がさ、すごいバカみたいだからさ、なんか本当に楽しいのかって思われそうなんだけど、まあ、個人的にはすごい楽しかったです。結構僕もなんか急に暗い話になるけど自殺したいなとかたまに思ったりするんで、はい。まあ、こういう話はね、やめましょう。では、ご視聴いただきありがとうございました。面白かったらぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これニコニコにも投稿するから、チャンネル登録がないよな。では、また違うゲームでお会いしましょう。それじゃあ、じゃあね、バイ。